で、3つ目ですね。これが多分皆さんの中で一番議論多いのかなと思います。学校に行く理由は何ですかっていうと、人間関係を学ぶんだよっていうような話ですね。1つ目が友達作り。歌であるじゃないですか、あの友達100人できるかなってやつですね。正直100人は多分いらないと思うんですよ。あ、皆さんの考えはちょっとどうかわかんないですけど、100人作れました。じゃあここの部分に関して私はどういうふうに思ってるのかっていうと、正直友達は作るべきですね。これはすごくそう思います。というのも、少なくとも学力であったりとかメンタルの面とかいろいろ総合的に判断した時に、友達が多い子っていうよりは結構密に相談ができたりとか、結構やり取りを多くできるような、友人っていうのを持ってる人の方が相対的に学力レベル高かったり、メンタルの安定させやすい子が多いかなっていう印象があります。逆にたくさんいる子は空気を読みすぎて自我がこう働いてなくて、あなた何がしたいのっていう時にあんまり答えられなかったり、小学校からとか中学校からのよくやり取りをする、まあ、いわゆる親友ですね、っていうのが、まあ、1人ないしは2人とか、まあ、それぐらいすごく少なくてもいいので、両方が学力とかメンタルの意味ではいいのかなっていう風な印象がある。で、それからコミュニケーションですね。学校でいろんな人がいますよね。同級生だけではなくて、後輩だったり先輩だったり先生だったりとかするわけです。私は中学校の時まで同級生とかとやり取りはうまくいかなかったんですけど、先生とのやり取りは割とうまくできたタイプだったんですね。それ何かっていうと、中学校って分かりやすく学力テストでなんか上下が決まってたんですよ。今は結構順位とかがあんまり発表されてなかったりとかするんですけど、点数取ったりとかきちんと先生が求めてるものを考えて点数出したりすると評価されるってことを知ったんですね、私は。で、それを知ってすごく快感を覚えました、その時に。それまでは正直人に対して何かこうコミュニケーションを図るっていうのはかなり難しかったり、かなりストレスを抱えてたんですけど、そういう意味では先生に対してどういうふうな対応すればいいのかっていうのを非常に学んだなっていうのは実感としてありました。私が高校の時は逆にですね、学校の先生に対して結構攻撃してたんですよ。どういう攻撃をしてたかっていうと、空き缶投げるとかそういうことじゃないんですけど、先生が解いてる回答とかありますよね。で、その回答に対してケチをつけるっていうすげえ嫌な生徒なわけですね。すげえ嫌なやつだと思って先生、それはちょっとまあなんかセンスないと思いますみたいな、誰が言っとんねんって感じだと思うんですけど、はい、まあ、そんな感じですごいちゃちゃ入れたりとかしてました。すごく嫌われてたと思います、はい。こうやって社会に出てもうやっぱり一生のことだと思うんですが、勉強ができるとか優秀だから出世するとかうまくいくわけじゃなかったりするじゃないですか。そんなに能力高くないけど、周りとのやり取りを上手にしたりとか、自分の我を出しすぎない方がいいなこの場面はみたいな時にちゃんと抑えられたり、する人の方がうまくいったりとかしますよね。で、それって結構学校の中でその縮図ってあるのかなっていうふうには思うわけです。つまり学校の中で自分のことを管理、どういうふうにしたら先生だったり友達だったりとかにいい印象を持ってもらえるのかとか、こうしたら嫌がられるみたいな、まあ、そういう微妙な空気を読んだりとか、どういうふうにしたらうまくいくのか、どういうふうにしたら人は気持ちよくなるのかみたいなことを学ぶ場としては学校はすごくいい場所なのかなと思います。ただしですね、ここの時によく言われるのが、オンライン上だと、こういうような友達信頼関係結んだりとかコミュニケーション取るのって難しいですよね、だから学校に行かなきゃいけないんですっていう方いらっしゃるんですけど、私はそうは思いません。というのも、私今、コロナの影響もあってなんですけど、オンライン授業で結構やり取りしてるんですね。しかも1対1とかだけじゃなくて1対6とか1対7とか1対8とかもやったりとかするんですよ。で、それこそ青森の子と島根の子今授業受けてるんですよね。青森の子と島根の子って少なくとも高校とか中学校では出会えないじゃないですか、リアルな場所で。だけど密にこうやり取りしてるかっていったら、そこまで密にしてるわけではないんですが、片方の子がなんか努力してたりとか何か今までできなかったことができたりすると、もう片方の子がすごい感化されてですね、彼がこういうふうにやってるんで僕こういうふうにしたいと思いますみたいなのをさりげなくこう私に教えてくれたりとか、
あのちょっと真似こういう部分真似たんですよとか、まあ、両者で、こういうのがすごいと思うみたいな話とか普通にしてたりするので、これ私が、言ってよとかそうやって言った方がいいんじゃないみたいな話とかせずに本人たちが勝手にやり始めたりとかするわけなんですよ。なのでそれも結構大人からしたら、いやオンラインだとコミュニケーション取れないでしょとか、ね、信頼作りとかできないでしょ、だって顔が見れてるだけだもんねみたいな決めつけするのはちょっと違うのかな、そういうふうに思います。これもやっぱりゴールの部分の子供にとっての世界を見つけるっていう部分で、あるのかなというふうにも思います。あとご存知かわからないんですけど、ゲームで、建物を作る、あのオンライン上で、世界中の人と一緒になんか建物を作ったりするゲームがあるんですけど、コロナの影響で小学校の、卒業式ができなくなった人たちがですね、小学生ですよが、卒業式を自分たちで作っちゃうみたいなことがあったらしいんですよ、あのインターネットで、まあ、それちょっと話題になったので皆さん知ってる方とかいらっしゃるかもしれませんけど、そうやって自分たちが卒業式したいよね、自分たちでそういう場所がなくてかわいそうだねって勝手に言われるのってちょっと嫌だなってことで自分たちで作っちゃった、それって自分があのそれをやりたいとか、こういうのやったら面白いんじゃない、他にもやりたい人いるかもねみたいなのを考えて行動した結果だと思うんですね。という意味では、オンライン上でもこういうことはできることはできると思います。あとはやり方だったり、それをサポートする側の、考え方や想像力の問題なのかなというふうに私は思います。で最後差異ですね、はい、この差異っていうのは、まあ、違いです。数学は自分は得意だなとか、絵が得意だなとか音楽は得意だなとか思った時に誰かとそれって比べるはずなんですよ。あ、他の人よりも自分は計算するスピード速いなとか、あ、他の人よりも文書くのってうまいんだなとか気づいたり、逆に俺めちゃめちゃ絵下手じゃんって気づくのも学校だと思うんですよ。ということはやりたくないことからいろいろやりますよね。宿題とかでもそうですし、夏休みの、ね、宿題で8月31日まで、まあ、今は8月25日だったりとかもっと早かったりしますけど、ギリギリまで宿題が終わらなくてなんとか持ってったけど、他の人の作品見たらすごいなみたいな、自分のなんだこれみたいな感じになったりとかするわけですけど、その時にあ、これって自分の、あのやる分野じゃないなとか、あ、これって誰かに任せた方がいいなとか、あ、ここの部分っていうのは自分が役に立つんだみたいな差の部分ですね、他の人との違いっていうのをかなり明確に、突きつけられる場所が学校かなっていうふうに思います。だから、何を自分が得意なのかわからないとか、自分が何したいのかよくわかんない、どういうことを人は喜んでくれるのかわかんない、その中でね、今、置かれている環境で好きにやっていいよって言われてもなかなか手が動かなかったり、する子がいっぱいいると思いますので、学校に行くってことがそこまでマイナスではなくて、かつまだ自分でやりたいものとか好きなものっていうのを明確にドンとこう言えない子は、あの学校に行くっていうメリットはすごくあるかなと思います。気づきがたくさんありますので。でも逆に先ほどの別の地方に住んでいようとコミュニケーションを図ったりとか、自分はこれは知りたいなっていうふうに思えば、そしてそれをちょっとでもサポートできる、そしてイメージできる人がそばにいるんであれば、結構あ、こういうやり方とかこういうことやってる人いるんだってよっていうのを教えるだけで、どん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 大人が想像する以上に進んでいける子もいっぱいいるかなっていうふうに思います。そういう意味で、子どもにとってのこの学校に行くっていう一つの行動ですけど、それを決めるための周りのサポートだったり見る目っていうのはすごく大事になってくるのかなっていうふうに思います。